皆さんこんにちは。この新体制発表会、いつもこの雰囲気の中、本当に、感動しております。そしてそれと同時に、今年も始まるんだなというような高いモチベーションに駆られております。昨年、J1 の舞台で、残念ながら悔しい思いをしたのは皆さんも同じだと思います。その悔しさを胸に、今年はまた我々復帰して、ぜひとも J1 への切符3枚をゲットしたいと、3枚のうち1枚をゲットしたいと。そのためにはここにお集まりの皆さん、たくさんの方々のサポートは必ず必要になります。今年1年本当によろしくお願い申し上げます。